はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 11で電源オプションを開く方法や、よく使う場合に電源オプションのショートカットアイコンを作成する手順についてご紹介していきます。 Windows 11で電源オプションを開くにはコントロールパネルから行います。なのでまずはスタートを押していただいて、右上のすべてのアプリをクリックしていきます。そしてすべてのアプリ一覧の中にある Windows ツールの項目をクリックします。 Windows ツールが開かれまして、この一覧の中にコントロールパネルがありますので、こちらをダブルクリックします。そしてコントロールパネルを開いたら、まずは画面上の表示方法をカテゴリーではなくてクリックしていただいて、大きいアイコンを選択していきます。そして表示方法を変更するとメニュー項目が変わります。この一覧の中に電源オプションがありますので、こちらをクリックすることで電源オプションを開くことができます。そしてこの電源オプションでは、左側にメニュー項目がありまして、電源プランを作成したり電源プランを変更することができます。またノートパソコンを使用している場合は、画面左側のメニュー項目の電源ボタンの動作の下にですね、カバーを閉じた時の動作の選択項目があります。なのでそちらからですね、カバーを閉じた時にスリープしない設定などに変更することができます。続いてこの電源オプションをよく利用する場合に、毎回ですねこの画面まで行くのが手間になります。その場合はデスクトップ上にこの電源オプションのショートカットアイコンを作成することができます。ショートカットアイコンを作成するには、この電源オプションの画面の一つ前に戻ります。なので画面左上にあるこの矢印ですね、左側の矢印をクリックして一つ前の画面に戻ります。コントロールパネルの項目一覧の電源オプションを右クリックをします。メニューが表示されますので、この一覧のショートカットの作成をクリックします。ここにショートカットを作成することはできません。デスクトップ上に作成しますかの確認画面が出てきますので、ここではいをクリックします。これでデスクトップ上にこの電源オプションのショートカットアイコンを作成することができます。なので次回からはこちらをダブルクリックすることで、素早くこの電源オプションを開くことができます。デスクトップ上に電源オプションのショートカットアイコンを作成する以外にも、スタートを押した時のこちらの画面にこの電源オプションのアイコンを登録することもできます。スタートメニューに登録したい場合は、もう一度コントロールパネル一覧に戻っていただいて、電源オプションの文字のところを右クリックをします。そして表示されたメニューからスタートメニューにピン止めするの項目をクリックします。これでスタートボタンを押した時のこの一覧に電源オプションのアイコンをピン止めすることができます。ただし1ページ目ではなく、マウスホイルを下にスクロールして切り替えたこの2ページ目に表示されています。2ページ目の表示から一番最初のこの1ページ目の表示に電源オプションのアイコンを移動させたい場合は、この電源オプションの項目を右クリックをしていただいて、メニューから一番上移動を選択します。こうすることでスタートボタンを押した時のこの1ページ目の左上に電源オプションを移動させることができます。またこのアイコンを左上から移動させたい場合は、左クリック押しっぱなしにした状態でマウスカーソルを移動していきます。そして好きな位置を決めたら左クリックを離します。そうするとこのようにアイコンを好きな位置に移動させることができます。そしてこちらをクリックすることで電源オプションの画面を開くことができます。